えー、あの自衛隊とか集団あの自衛権についてですね、えー、憲法違反でであるととかかないとかいうのが選挙で議論されております、えー、集団的自衛権がい、うん、憲法違反だというならですねやっぱりその前に自衛隊が憲法違反だと言わなきゃいけないわけですね。自衛隊が憲法違反だと言うと具合が悪いからそこは伏せといて集団的自衛権だけをそのダメだというのは非常におかしな議論なんですねそれからもう一つはですね。 例えば北朝鮮からミサイルが飛んでくるということに対して新聞などはとかテレビはですねアメリカの動向を随分詳細に報道しておりますがこれは日本が独自でミサイルの攻撃を守るんではなくてアメリカに守ってもらおうっていうわけですね。もしくはアメリカが集団的自衛権だから巻き込まれるんだという理屈であればそれをちゃんと言わなきゃいけないわけですね。ミミササイイルルをを北朝鮮のミサイルをそれじゃあどうやって日本は 防ぐのかと、まあ、いうことも示さないといけないいいけこういう点でですね、まあ、憲法違反憲法違反って言ってるけどもキレキレにですね都合のいいとこだけを憲法違反だと言っていてはですね私たち親として子供を守ることにならないと思いますね。2つしかないんですよあのミサイルを防ぐ方法っていうのはですね、まあ、ミサイルっていうのは自主防衛では守れないんですね敵地攻撃しなければ守れないので日本軍を増強して敵地を攻撃するかですよ それともアメリカ軍と集団的自衛権を組んでアメリカに敵地攻撃をやってもらうかどっちしか方法がないんですよねそのミサイルというものがそういう性質なものなので昔みたいに軍隊が船に乗ってやってくるなら自主防衛ということが成立するんですけれども近代兵器ミサイルのような近代兵器で自主防衛なんてことはまあもちろんあの自主防衛というか防衛だけっていうことはもうできないわけですから。 ま、そこはですね。ちゃんとあの選挙で議論されていかんと思うんですねえー。ここではですね。まあ、憲法違反特集1。いや、それだけじゃないよ。と自衛隊とか集団的自衛権じゃなくて、元も々ともと小選挙区比例代表制っていうのが、えー、憲法違反じゃないかと。これを指摘する野党がいないっつうのは一体どういうことかっていうのを思いますね。まあ、自分が当選したいからっていうのはあるんでしょうけども。憲法よ第43条には？ 両議員は全国民を代表する選挙された議員でこれを構成組織するとなっておりましてあの党いわゆる自民党とか、えー、民進党とかいう党っていうのは全く憲法に出てこないんです国民はですね議員を選ぶ権利を有するわけであって党を選ぶ権利を有するんじゃないんですよねまあこれにはへりくつがあって、えー、別に小選挙比例代表でも議員が出てくるじゃないかと言いますけれども 私の例えば選挙区ですとね投票所はすぐそばにあるんですが行ってもですね私の考えと全く違う議員しかいないんですよ。一人ですからね自民党で一人あとなんか、えー、協力してる党で一人ですよあと共産党が一人ぐらいですから3人ぐらいしか立ってないわけですからだから投票に行ってもですねこの憲法43条に言うその私を代表する議員っていうのが投票できないんですよ。 とにかく憲法はですね人を選ぶということを国民に保障してるんですよ憲法の規定っていうのは国民に対する保障であって国会でその憲法に反する小選挙区比例代表制なんて決めることできないわけですよしかも比例代表制なんていうのはですね党の名簿順で上位からなるなんてここはどこにですね憲法に書いてあるのかと <laughs> いうことですねで全国民を代表する 選挙された議員というのは党に所属してて順序がつけてもいいじゃないかというけどそんなことないですよだって議員というのは人なんだからあくまでも我々は人に投票すべきであって党なんていうのに投票すべきじゃないわけですね。もともと党というのは議員が選ばれて個人として議員が選ばれて国会で活動するときにある程度同士が集まるっていうのがいいわけですね。今のように えと自民党とか,なんか組織されてて特に党議拘束っていうのがあってですね特に党議拘束に違反すると議員を辞めろっていう人がいるんですけどもあくまでもですね、えー、日本は民主主義であって選挙で議員人間を選んでその人が国会で党を作るんですから党議拘束なんていうのはあってはならないんですね。 私、まあ、政治的思想はある程度は違うんですが個人的にも親しくとても立派な政治家だと思,う思っております河村市長ですね名古屋の彼はまあ闘国会の時闘議拘束はもう絶対に嫌だと言ってたわけですねそれもあって国会議員をお辞めになったんじゃないかと推察してるんですけどもまさに一人一人の人が力を持つそれから例えば主犯指名に出なきゃいけないとかそういう時は5人以上の例えば 推薦人とか20人以上の推薦人とかいうですねいろんな規則を決めてそして国民の権利つまり政治の権利を奪ってるわけですよね、まあ、これに対しては、まあ、もちろん、えー、政治に抱き込まれたようなあマスコミもほとんど議論しない私はあのテレビに出ると小選挙比例代表制っいうのは憲法違反ですからね私はもう選挙行,行けないんですよと言ってるわけですね。例えば今は電子時代ですから 例えば愛知県なら愛知県で全県一区でそれでまあ立つあの立候補する人は50人とかいてですね十分にそこから選べる例えば自民党でもですねあるいは増税に反対する議員もいるしですね小さな政府がいいっていう人もいるし原発はやっぱり再開しないで石炭でいこうっていう人もいるわけですからねだからその自民党を選ばなきゃならないから全て 消費税は10%にして原発は再開するって決まってないわけですよ。それが党ではなくてまあ議員を選ぶ大切なところですね。まあ、これは例えば民進党の人でも共産党の人でもいると思うんですね。共産党の人でもあるいはですね暴力革命を心の底から否定している人もいるわけですね。だから <laughs> 共産党の人の一人一人はなかなかいい人が多いんですけども。 党としては暴力革命つまりその共産党が政権を取ったら選挙はやらないよということなので、えー、それは投票できないよということになるわけですね。ですから、まあ、立派な人を選ぶ <laughs> その人はあるいは共産党の人であってもですね、えー、だんだん共産党の数が増えてきたらやっぱり選挙した方がいいっていう考えの方もおられるわけですから、まあ、そういう人を選ぶことができるわけですね。例えば 環境問題に対しても、まあ、私のように環境問題っていうのは存在しないんだと十分に今はいい環境なんだという人もいるしそれから環境問題は大切だと思う人もいるそれから小池さんなんかの悪口はあんまり今言えないんでしょうけどまあ小,小池さん東京都知事ですからね、まあ、蓋元かけてるからこういう時どうしたらいいか分かんないんですが私はまあちょっと後に述べますけれども、えー、クールビズ小池さんのやったクールビズつまり人の服装を制限する。 もしくは今度東京都で決まったタバコを家庭で吸っちゃいけないという個人の幸福に関する制限まあこういうものは憲法で完全に禁止されておりますからまあ小池さんっていうのは憲法軽視の人なんですよね。だけど希望の党っていうのがそうかどうかわからないんですが小池さんは少なくとも選ばないだけど今度小池さんが党首でありながら選挙に出ないという非常にゆ歪んでるのでこれどう考えてもいいかわからないですね。やっぱり こういう歪みを直す意味でもですねやっぱり小選挙区比例代表制をやめて全県一区まあ東京ぐらい大きくなると23区で一つ、えー、軍部で一つと、まあ、いうふうになるんでしょうね。まあ、それで100人とか200人とか出れば今は政策は十分見れますしねそれからもう一つは、えー、まあ小さい党でもある程度当選していきますからやっぱり国民だから今はですね例えば投票率が 50%60% ですよ。 この前の選挙は投票率が53ぐらいです。それで自民党が大多数を取ったんですが、国民のうち自民党の議員に投票したのはたった17%ですね。ですから17%の国民が大多数の議員を選ぶことになるようなこの小選挙区比例代表制っていのはいかに間違ってるかっていうのはこのことだけでもわかると思うんですね。私はあの日本人のある意味での悪いところは悪いことに放課盛りして 何か表面的にいいことだけをちょっちょっと言うっていうことになって、まあ、例えば集団的自衛権だけが憲法や憲法を守れと、まあ、例えば立憲民主党というならですねまずは選挙制度を変えないと立憲民主党に悩まないんじゃないかとこれを主張してもらうんだったら私もですねあるいは自民党じゃなくて立憲民,進党民主党に入れてもいいかなと、まあ、こういうふうに思います。